はい、皆さんこんにちは。はい、どうも。今日は、私はまたね、青森に来ちゃいました。そして青森のね、YouTuber さんの方にね、コラボしに。はい、田中夏樹です。よろしくお願いします。ここは、種差海岸に来ました。結構行きたくて、前回ちょっと残念ながらいろいろ予定とかもあったし、結構すごい暑くなったから、前回行くのはもうやめて、改めて来ようと思って、種差海岸に来ることがやっとできました。嬉しいです。で、今日は、田中夏樹ちゃんさん誰どう、なんてお呼べばいいんでしょうか。なっちゃん、一応ここ八戸の方だから、八戸のこの素晴らしい、その種差海岸っていうその観光スポットをね、案内してもらって、あとね、青森の魅力についていろいろ教えてもらいたいと思います。はい、じゃあ行きましょうか。はい、行きましょう。こんな感じで広い芝生が広がってまして、そして、何でしょう、ここは地元の人が思う魅力っていうかここの種差海岸のここがすごいとか、ここが好きとかってあります？私が好きなところは、ここ今ちょっと芝生が枯れちゃってるけど、夏とかになると全面が緑の綺麗な芝生なんだよ。でしかもここってゴミもほとんどないから、すごい確かに綺麗、そう、綺麗にこう地元の人が管理してるからね。そうなの。もう春になれば綺麗なお花も何種類も咲くし、こう、そうだね、すごい風情があって、私はもう毎年1回は必ず来る。なんか転がりそう。そう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 この芝生気持ちいい。ちょっと砂浜もあったりとか、なんか青森っていうね、ちょっと北の海って感じだけど、今日は残念ながら少し曇ってるんですけど、晴れた時にね、きっとすごい海も空も綺麗、海も青くなってすごい綺麗なの。で、なんか一応事前にね、いろいろ話した時に、青森来る時も絶対あったかくしてきた方がいいよっつって、私は冬のコートにユニクロヒートテックも着てるんだけど、暑い、今日ごめん、本当に暑かった。いやいや意外と青森だけど、海だからあったかいのか、なんでしょう、ね、今日の風は暖かい、本当に暖かくて過ごしやすい天気で、この種差海岸は国立公園、国立公園になってまして、これをあっちの方にね、北の方に進むと淀野松原っていうなんか遊歩道があるらしいのね。あるあるある。そう、そちらちょっとね、ちょっとそっちの方にまで少しだけ、全部歩くの大変、大荷物ね、大変だけど、ちょっとそっちまで歩いてみて、どんなところか見てみたいと思います。はい、 いや、ここは本当に素敵な芝生で、これは思わず走りたくもなっちゃいますね。ねえ、青森なのに暑いっていう、まさかの息切れ半端ない。ここで私、いとことかと一緒にカニを探したりするの、バケツ持って今は多分寒くていないと思うけど、結構ここもね、岩場の間がすごい、虫じゃない、生き物いるの。なんかいないかな。そのカニはご飯にするの？ご飯にしない。しない。取って遊ぶだけ。あ、遊ぶだけそういうことか。はい、海に近づいてきました、ね、ここが岩がすごい歩けるぐらいだから、なんかすごい危なそうなところはちょっと怖い。海の音がいいんだよね。なんか私本当にその大陸の出身、もう本当に海が全然ないところの出身だから、海ってなんかすごいなって思ったり、ちょっと憧れちゃう。なんか結構ね、太平洋の海は日本海と違うからね。太平洋の方がちょっと静かっていうか。確かに今日はすごい静か。でもなんか水が綺麗。そう、綺麗なの。
綺麗。本当ね。ここですごいトンボがたくさん飛んでます。さっきからすごいトンボと思って、東京はもうなんか虫があんまりこの時期はいないって感じだけど、あ、海猫来たこの公園わかる、にゃーにゃーにゃーみたいな、そうそうそう、猫みたいな鳴き声をするか海猫、うん、ね、こう海見てると嫌なこと忘れるよね。そうでもないなんか自分ちっぽけだなとか思う。すごい、すごい語ってる私のチャンネルじゃないね。いいいい、どうぞどうぞ。なんかこの静、なんだろうな、このなんかごちゃごちゃした時にここに来るとちょっと心が落ち着くっていうか。めっちゃ笑ってる足尾さんが。わかるわかるわかる、本当に。海の方にね、何かを養殖してるような何でしょう、これは畑じゃないけど海の畑的なもの。でも八戸って言ったらアワビとかウニとか、うん、ワカメとかかな。でも私もあれ初めて見たよ。じゃあここからはその三陸復興国立公園って書いてあるね、種差海岸っていうところで、うん、ここはトレイルがあってね、こうやって遊歩道になって道があるんですけど、結構長くて足毛崎まで続いてるよね。続いてる、続いてるけど、そこまでちょっと結構何時間もかかるらしいから、少しだけね、あの歩いてみたいと思います。でその後、まあ、足毛崎まではもう車でねちょっと地元の人だと乗せてってくれるから、それに甘えてここの淀の松原のね、松林はなんと100年以上の年齢だそうです。すごい。でもそんなに、なんだろう見てもね、わからないけど、ここの近くにキャンプ場もあったり、この海のすぐそば岩山でね、海のいい風がしてとても気持ちよく歩くことができますね。ここ松原って感じだね、始まった淀の松原。これは天然のものだよね、きっと。うん、天然天然天然のこんな松がいいね、綺麗。いや、ここ歩くのなんか初めてかもしれない。初めて、うんうん、なんか普段歩かないからこっち、なんか多分観光客の方がこっち来たりする、うん、すごい景色、この岩と松とあの海、なんか本当にあれみたい、葛飾北斎の絵みたいな、うん、ね、ザ日本っていう感じのね。なんでここだけってこんなに松がいっぱいあるんだろう。そうだね、私も考えたことなかったかも私もわからないけど、種差海岸って呼ばれてるとこが12キロあるのね、うん、あ、全体的な、そうなんだ。そうそうそう、あ、じゃあこれも一応種差海岸の一部みたいな感じに当たる。そうそうそう、はいはい、だからまあずっと12キロ沿っていけばまた違う景色が見れる、うん、きっとね。そう、それも楽しみの一つ的な感じかな。うん、あっちの白浜海岸は結構夏になるとバーベキューする人がもうわんさかいたりとか、もうみんな泳ぎに来て、なんだろうな、わちゃわちゃしてる。結構だからキャンプする人もいる、ここで泊まったりとかっていう人もいて、うん、若い子には人気、特に、うん、でちょっとあのファミリー向けになると鹿児島の方の海、砂浜の方に行って遊ぶっていう感じかな、うんうん。
はい、次、今車でね、10分ぐらいほど走って運転してもらって、こちら足毛崎に来ました。足毛崎なんだっけ、足毛崎展望台、うんね、あそこに見えるなんか中世のヨーロッパにありそうな、なんかなんかなんかここはあの戦時中海軍が、設置した、そうなんだ、なんだっけ、なんとかなんだっけ、レーダー設備をそのままの施設なんだって。そうなんだ、ちょっとそれっぽいね、軍みたいな。そこから景色見れるっていうことねらしいので、あとホロンバイルっていうソフトクリームもあるので食べたいね。食べてみたい。コメントで美味しいって言われたの？あ、なんか教えてもらった、そういう有名な、美味しい、まあ美味しいんだろうね、うん、美味しい、結構人気ここ、うん、食べたことはありますか？ある、ある。でもね、ここ最近食べれてなかったから今日食べたいと思ってきた。食べたい、うん、暖かいしね。そうそうそう、ちょうどいい。すごい、海の上に登った、高い場所だね。そして山なんか紅葉してるのがいいね。あ、見えるね、うん、さらにここから階段登りまして、もうめっちゃ船、もう2隻いるもん。下北半島、六ヶ所村、三沢、うん、大岳、何に一つも見えませんね。マジで曇ってる、見えるはずなのに何も見えませんっていう、私曇り女かな、もしかしたら。でも綺麗な水平線はね、綺麗な海、岩、なんか釣りしてる人、あ、たまにいるよ、釣りする人。あ、釣りしてる、うん、何が釣れるんだろう、イカ。あ、今の時期どうなんだろう。ちょっと前だったらね、サバが大量に釣れてたんだよ。そうなんだ。あ、いいな、私もたまに釣りするからさ。するんだ。釣りする。食べる？食べる食べる。料理する。この間さばいたよ、カレー。自分で釣ったのさばいてた。すごい。、はい、ホロンバイル買っちゃいました。そしてもうこんな状態なんですよ。はい、あの垂れてきちゃいました、うん、食べよう食べよう。でもすごい可愛い、うん、キャラメルね、見た目が、もうキャラメルが好きだし。もうすごい。食べますか。はい、いただきます。いただきます。うん、うん、美味しい、うん、どう、甘い、キャラメル甘い、うん、うん、キャラメル甘いけど、まあ美味しい、うん、キャラメル好き。すごい。なっちゃんはショコラ、バニラ、2種類のミックスで、結構ね、なんて言うんだろう、あんまりね、チョコの主張が強くないから、うん、美味しい。うん、でも量がすごいね。うん、結構多くてびっくりした。うん、食べきれない。さっきね、アイス食べるの遅いって言ってたよね。あー、ねえ、これやばいんだけど。見てください。これなんですよ。待って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 、さっきごめんごめん、ちょうどなんか私がちょっとポケットに入れた。どうするどうするどうする。いや、拭いて大丈夫。うん、だってそれ以外、いや、なんか色ついちゃうかなと思って。あ、はい。